今週はね、よく人と会った。俺、名刺作ったんだよ。いろいろ用事があって、まあ、名刺作らなきゃならないぐらいいっぱい人と会ったんだけど。そん中で、えー、っと、困った人の話をします。<laughs> その時には困った顔しませんでしたけども、あのね、ソフトオンデマンドの人と会ったんですよ。ソフトオンデマンドの人と会って、ちょっと雑談というか、まあ、その世間話をしたんですけど、まあ、いい人なんですよ。いい人なんですけど、帰りに、あのー、伊集院さん、あの、これ、 う,うちの新人監督たちの作った新作でいいのがありますんで、全部持って帰ってくださいってすげえエロ DVD をもらったんです。それもあの女子マネージャーの今村ちゃんの前でもらったんですよ。<laughs> ねで、その、<laughs> もらったやつなんですけど今持ってたんですもん。それでね。<laughs> もうその荷物になるから、荷物になるから好きなやつだけでもって言うんです。ま、その、ま、あの、すげえ袋にいっぱい入ったやつを、これ一応全部持付てきやあ,あ、でもあれですねって、まあと、通りすがりとかちょっと話しただけだから、これ荷物になりますから、お好きなやつだけでもってまずいわけですよ。俺が、誰にお好きなジャンルを知られたくないかって言えば、 学習院卒。<laughs> ね、えー、もう真面目一本やりの女子マネージャーの今村ちゃんにだけ何がお好きで何がお好きじゃないか知られたくないですよ、どうやったって。ね。そんなもんだからもう全部、いや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 もう私も AV だけは大好きなもんですからと。ね、そんなどれがお好きもこれがお好きもござんせんからっていうね。そちらのチョイスしていただいたやつ全部持って帰りますんですって。袋ごともらいもらいますわな。 もらって出てきたやつが、ね、でまあ、ともだと20枚ぐらい入ってるんですけど、えー、えー、と、えー、24歳童貞の僕が思う理想の筆下ろしを撮りました。撮影しました。その相手は、大阪のおばちゃんっていう <laughs>。ね。まあ、そういうのも混じりますよ。それは混じりますけども、えー、っと、さらに、 他に入ってるやつがですね、えー、応募してきた素人男子の中から、えオナニーの快感しか知らないウブな童貞君を選定し、私好みの MO に調教しちゃいました。<laughs> ね、えー、っと、それからですね、もうこうなってくるとわかんないです。セックスで作った音楽。<laughs> さらにですよ、セックスで作ったコーヒー。もうわかんないんで <laughs> なんだか。 この手のやつ、今、口に出して読めるやつがこれぐらいです。ね。あのさ、どういうチョイスで俺にこれなのどういうチョイスで、なんつったらいいのかな、ほとんど会話したことない人に、あ、お好きだと思いましたんでって言って、ほやとしそって渡します。ね、ねその感じで助言なの。お好きなの取ってくださいつって。 ホヤとシソとヌガーを、どれでもどれでも、<laughs> 癖が強い <laughs>。癖でねね、もうさ。何セックスで作ったコーヒーって。それが AV のジャケットに書いてあるんで、もう意味が、大阪のおばちゃんは、大阪のおばちゃんがいっぱい出てきましたよ。で、ってなんで俺が大阪のおばちゃんが好きだと思うかがもうわかんないですけども、もうそんなのばっかりなんだもん。で、だって出した途端に、 <laughs> もう、セックスで作ったコーヒー、今、細かいじゃん、初めて見たけど、とてもじゃない、この、このですよ、このお下品な用語がいっぱい飛び交う番組でも、とてもじゃないけど、音読ができるようなサブタイトルが、<laughs> 構成の、こん <laughs> のあてなめさん。これって、<laughs> ほやじゃないですよね。ほやじゃないですよ。たまにさ、毒みてえに苦い手作りマーマレードもらうことあるじゃん。 マジかっていうやつなんじゃんか。あれよ、えー、これこれですよね。これあれ、すげえなよくこれを、その営業の人と僕、そのソフトバンオンデマンドの営業の人は初めてなんですよ、ね。通りすがりとは違うんですよ。会うっていうかちょっと話す予定はあったから、俺に会うのは分かって持ってきてるわけですよ。ただお荷物になっちゃいますから中から選んで、俺今言ったやつの中でどれを選べばマネージャーとうまくやっていけると思うね。<laughs> セ,セックスで作ったコーヒーをね、選,選んでうまくやっていけると思う、ね、これが一人目です、ね。<laughs> 僕の今週この色で出会った人のだから、ちょっと反省してほしいと思う人の一、えー、人目ですね。と、あのー、もう一人はですね、ちょっと可愛い子ちゃんとか女の子なんですけど、例によってその新しく始まる番組、始まること決まりましたね。 伊集院光のバラエティ、まあ、タイトルはどうなるか分かりませんけど、伊集院光のバラエティっていう番組が、あのー、始まることになりまして、これがすごい、プロデューサーの言った言葉がすごいですよ。で、どの曲に決まったのって言ったら、とりあえず DVD で出ることは決まったと。DVD か,か Blu-ray で出ることは決まったけども、曲は今何個か手を挙げてくれ,るくれてるけども、どこでいつからか分からないっていう状況で撮影がもう始まるんですけど。<laughs> その、出演者のオーディション相変わらずやってるんです。とりあえず、女の子の出演者をいっぱい探したいこところで、女の子の出演者のオーディションをやってるんですけど、その中で、その日も、何人か、その、呼んだんですね。で、申し訳ないことに、僕は、普通にディレクター職をもともとやってるわけじゃなくて、その番組だけディレクターとか企画をやらせてもらってて、出役もやってるっていう特殊な形だから、要は、オーディションに来る側の気持ちの方もわかるんですよ。なんか、待たされた上に、ほとんど話も聞いてもらえなかったみたいなことを思うんですよ。なんか、 きっかけさえあれば話す用意はいっぱいしてきたのに、話せない、なんかすげえ待たされたの話せなかったなってことは何度もありましたから、その気持ちがわかる分だけ、なんかこう、ちゃんとお話はしておこうと思ったりするんですよ。いるんですも何人かの女芸人とかが、ほとんど、それでもですよ、僕の面接で話せなかった女芸人が、 さり際に、そのトートバッグから顔を出している南京玉だれを見つけた時の、<laughs> ああ、何かあったんだな南京玉だれ何かあったんだなっていう。<laughs> 女の子っぽいなんか巾着袋の中から、プッと顔を出している、明らかにあの、白鳥の湖のチュチュあんじゃんか。<laughs> あったんだなあ何か披露したいものが、俺が多分それをスッと見つけて、何か特技があったらやってくださいっていう、言われるまで出しゃばったらいけないなと思って出さなかっただけで、南京玉すだれのやつも、ね、あの、志村健さんが東村山温度でつけてたチュチュも、ね、股間から白鳥が出てるチュチュも、俺が見つけてやればなんとか帰り道に、ああ、あって、あれさえ見つければご、あの、 あの、チュチュを装着してさえいればですよ。私はオーディションに受かったのにっていうしょっぱい、しょっぱい帰り道があること僕は知ってますから、それは。言ってさえくれれば言えたのにって知ってますから、割とそのお笑いの子でも何でも、その、 えっと、主張がないなら終わりというふうにはしないで、根、ね、掘り葉掘り何ですかか、かんですか聞きますし、あと、ま、あんま喋れてなくて後で後悔するよりは、今何でも、たわいのないことでも喋っといた方がいいですよ、みたいなことは言うんですよ。だから、どんどんオーディション時間伸びる、伸びちゃうから、ね、待たせる人も多くなっちゃうのは事実なんです。で、えー、っと、その日も、普通にこうタレントの女の子を、じゃあ一番の方なんて入って、これで自己紹介してください、なんつって。 で、特技は何ですかとか、テレビ出たやってみたいもん何ですかとか、ね。あと、えっ、ー、と、さすがにやられたら死んじゃうなと思う拷問何ですかみたいなこと聞くわけです。<laughs> 鉄でできた牛の形のオブジェの中に入れられて炙られると死にます。みたいなこともあった。まあ、でしょうねなんつって。で、その面接はこう続いたりとかするわけなんですけど、だ中に一人、 割と、ああ、この子ちょっと喋るタイミングなくなったままこの面接時間終わってくなっていう子がいて、で何か得意なことあるんですかって聞いたら、私これと言って得意だっていうこともなくて、みたいな。で、3人ぐらいで面接するか。またさ、周りにいる子がちょっと圧倒的にアピールがうまい子だったりすると余計そうなっちゃう。そうなっちゃうわけです。ね。なんか、 ええと、な、なんですかね。バタフライナイフ3本飲めますっていう特技を持ってたのに、横にいる奴が2本と5本飲んじゃったら倍にさ、もう、私は何もできませんって他ないじゃん。そういう巡り合わせの悪さもあって、それ一人の、で、しかもね、その、お笑いの芸人の女子とそうじゃないタレントの女子みたいのが一応混在してるから、3人中2人が芸人芸人で、普通のタレント志望っていうような女の子の、になっちゃったっけ でさ、それがまあ、その、周りに圧倒されたせいも喋れなかったかなんかしてさ。で、その、芸人の女の子二人が、じゃあありがとうございました、つって出る瞬間ぐらいに、あ、でもこの子全然喋れてないなと思って。じゃちょっと君残って、っつって。 で、俺が、その、何も喋れなく、今まで帰っちゃうとあれだよっていう、その、受かる、落ちるもないけど、喋れなかったっていう効果は良くないんじゃないのって言って、なんかないの喋りたいこととか、この業界入って楽しかったこととか、そういうのでもいいんだけど、そういうの聞くと何かできそうなこととか3日かるかもしんないしって、珍しく優しい声をかけた。じゃ、なんかそこから、緊張が解けたかなんかわかんないけど、自分が何をやっても中途半端だっていうことがとても悔しいってって、その、元々、そのタレントになったのはいいんだけれども、 周りの人はすごい人ばかりで、別にそんなにタレントになるほど、顔が可愛いわけでもないし、スタイル、<laughs> <laughs> ってなっちゃって。分かんなっちゃって。あ、そう、なんつって。いや、だけど別にこうやって、俺はそういう意味じゃこういう番組とかやると、変、まあもう、もうよおじさんド変態だから、つって。 こういう、例えばカメラの前で君がどうしても何もやれないって泣いちゃうんだったら、その泣いちゃった顔の方だって素敵に撮ることはできる。素敵に撮ることができるから。ちょ、ちょっと、見てみようか。<laughs> それはならないまでも。まあ、そういうこともあるから、今も、俺は、じゃこういう、実はさっきまではすごくクールな顔をしてたけども、実は、そういう、えっ、ー、と、感受性の強いとかもあるっていうことは、これは、 長所だと思うよって。下手したら、何か人に聞かれた時、長所は何ですかって聞かれたら、何もできないとこだって言ってもいいかもしれないよって。話して、よかったね。なんて言ったら、もうしたら、もうシクシクっりして泣きながら。でも、周りの人、もその、他の、の、その番組のプロデューサーとかもうち時間が押していっぱい人が待ってるんで、つって。 ちょっともういいですかってなっちゃったわけ。じゃあまたなんか他で仕事できたりとかしたらいいねなんありがとうって帰ってくるんだけどさ。そしたもう一回感情の席が切れちゃったもんだからさ。泣きやまないわけ。で、それをさ、いっぱい待ってる女の子の前を、もうワンワン泣きながら行くわけ。<laughs> 何をされたんだよ <laughs> 他のその三人一緒に見てた芸人女子が二人出された後にだ、ね、よ。さっきまでその芸人女子二人いる時超クールにしてたんだよ、こいつ。もう全然。 やりたいことって言われても別にそれほど思い浮かびませんぐらいの感じのやつだったのが、一旦ドア閉めてたよ。5分ぐらいで、わーわー泣きながら来たってことは、<laughs> これ、顔面のど真ん中、かかとで蹴られるぐらいはなんなきゃなかれ、ね、ん。しかも顔を押さえちゃってるからさ、顔面のど真ん中、かかとで蹴られた後は確認できないわけ。ないということがね。かかとの後がないということも確認できないまま、今待ってるさ、その、その、いっぱい他にも待ってる女の子たちの真ん中をすぐ通ってっちゃうん <laughs> って通ってっちゃうんだよ。次の方って入ったら全員ガチガチなんだよ、もうみんなさ。あいつぶん殴るんだと思って。<laughs> あんな泣いちゃったんだぜっていう。 何なんんだよわかん血,吹いたのか血が落ちてないけどこれはむしろこんなに綺麗だってことは「吹いたなこれ」絶対「吹いたな」これ絶対いたなっていう感じのどうしたらいいんだよあれ「ジャンクのポッドキャストをおきいただきありがとうございましたここでパソコンやスマートフォンでラジオが聴けるラジコから新しいサービスのお知らせです ラジコは今までエリア限定で関東では関東のラジオだけ関西では関西だけだったのですが2014年4月からエリアフリーのラジコ .jp プレミアムというサービスが始まりましたこれは会員登録をすると月々税別350円でラジコに参加している全国各地のラジオ局の番組をどこにいても聞くことができるサービスです ということで今までジャンクを聴けなかった地域の皆さんも月額料金はかかりますがジャンクの生放送をお楽しみいただけますまた銚子エリア内の放送局については今まで通り無料です詳しくはラジコのホームページでご確認くださいリスナーの皆さん引き続き TBS ラジオジャンクをよろしくお願いします